クラクフ・ビエリチカ・ボフニア・アウシュビッツ・ビャウォビエジャノ、モリ・ワルシャワ・ザモシチ・マルボルク・カルバリア・ゼブジドフスカ・トルニ、ムジャコフスキ公園ブロツワフ・タルノフスキエグルイ、クシェミオンキポーランドの世界遺産の位置。青の点は、ポーランドとウクライナのカルパティア地方の木造境界群、二つの灰色の点は、その他の世界遺産の位置をそれぞれ示している。ポーランドの世界遺産では、ポーランド国内にあるユネスコの世界遺産について説明する。国際連合教育科学文化機関の世界遺産は、1972年に制定された世界遺産条約に基づいて登録される。ポーランドは最初期の条約締結国の一つであり、1976年6月29日にこの条約を批准した。ポーランド国内では早くから遺産保護についての関心が高く、その専門家たちは国際記念物遺跡会議の設立や世界遺産条約の起草に関与してきた。第二次世界大戦後のワルシャワにおける復興の経験もあり、ポーランドは遺産再建の分野では第一人者となっている。また、ポーランドは1976年から1978年、2013年から2017年にかけて世界遺産委員会の委員国を務めた。このうち第1回と第40回では副議長国に、第2回では報告担当国に、第41回では議長国となっている。なお、第41回世界遺産委員会は、クラクフで開催された。2020年現在、ポーランドには16の世界遺産があり、このうち15は、文化遺産、1は、自然遺産である。最初の登録は1978年の、クラクフ歴史地区とビエリチカ岩塩港の2件。最新の登録は2019年のクシェミオンキの、先史時代の島上角石採掘地域である。これら世界遺産のうち、ビャウォビエジャの森ポーランドとウクライナのカルパティア地方の木造境界群ムスカウアー公園、ムジャコフスキ公園の3の遺産は国境を越える遺産である。また、2021年現在、6の遺産が暫定リストに登録されている。ある遺産が世界遺産に登録されるには、その遺産が顕著な普遍的価値を持ち、かつ10の評価基準のうちの少なくとも一つを満たす必要がある。評価基準のうち、からは文化遺産基準、からは自然遺産基準である。国境を越える遺産暫定リストは、加盟国によって世界遺産への推薦が検討されている遺産の一覧である。世界遺産への推薦にはまずこの暫定リストに、その地点が登録されている必要がある。2020年現在、ポーランドでは6の遺産が暫定リストに登録されている。国境を越える遺産。ありがとうございます。